10月31日木曜日、白山町南井駅にある私立井駅小学校で、児童と県立白山高等学校の生徒の交流授業が行われました。この交流授業は、井駅小学校の児童が福祉や介護について高校生から学び、白山高校の生徒は、学校で学んだ知識や技能を実践し、より理解を深めようと開かれました。この日は、白山高校で福祉を学んでいる7人の生徒が、井駅小学校で小学4年生、5年生の児童に授業をしました。授業では、車椅子の乗車体験や高齢者の疑似体験が行われました。車椅子の乗車体験では、まず児童が車椅子に乗り、高校生が車椅子利用者へのサポートの仕方を教えていました。次に児童が車椅子を押し、体験したことを生かして、利用者が安心できる声のかけ方や、車椅子の動かし方を実践していました。高齢者の疑似体験では、児童が重りの入ったベルトや関節を曲げにくくする器具を身につけて立ってみたり杖をついて歩いたりしました。またアイマスクと軍手をつけて視野が狭く手が滑りやすい状態で皿の豆を箸で移し替えるゲームが行われました。児童は高齢者への接し方やサポートの方法について体験を通じて学んでいました。車椅子で登るときはできたけど、車椅子で降りるときは声をかけてもらわなければ怖かったです。お年寄りはこんなに大変だなと初めて知りました。